所でしてもものに限りがある。ありがとう。まつげバサバサで参加しました。でももうみんな配信朝から終わらせてきたらしくて、もうみんなやってないんだよね。一人ぼっちです。ここめっちゃ寒いです。もう着替えなきゃいけない。本当こんばんは。めっちゃ顔寒くなるな。やっほー、かわいいんですよ。楽しかったです。今日もあっという間に、今日は何時間喋ったのかな、何時間ですか、1時間半かけるの5、何時間かな、ちょっと計算が分かりません。誰か、私は何時間喋ったんですか、いっぱい、7時間半、7時間半喋ったらしい。ふぅ、よかった、声が出てよかったです。こんばんは、お疲れ様。今日もたくさんの方が並んでくださって嬉しかったです。毎日さ来てくれる人いるかなって思ってさ、完売とはいえさ、一人がいっぱい並んでくれてるとかじゃないかなとか思うから、よかったです。本当に来てくれてありがとうございました。こんばんは。楽しかったよ。今日はクリスマス、毎年クリスマスのお話し会限定でゲームに挑戦したらプレゼントがもらえるっていうやつがあるんですね。で今日もあって、そしたらさ、今日ジェスチャーゲームだったんだけど普通に負けて、1点差で負けて、牛タンとか明太子もらい損ねちゃいました。美味しかったな、牛タン明太子、美味しかったです。楽しかったよ、いろんな意味で。いろんな意味で。なんかサタロウと同じ時間割のゲームの組だったから、8人チーム で4対4に分かれるみたいなやつだったから、お互いが別のチームになったらどっちかは勝つから、結局分け合えるかもねとか言ったら全然一緒のチームで、くじ引きで決めたんですよチーム分けを。そしたら2人とも2人ともトナカイチームで、残念ながら2人ともそんなずるい考えをしたからね、罰が当たって2人とも負けました。そう、今日はお昼ご飯がたこ焼きとケンタッキーでした。あと551、私はたこ焼きとケンタッキーを食べて、夜ご飯もお弁当をもう夕方に食べちゃったから、結構もう腹ペコになりそうな感じです。こんばんは。めっちゃ美味しかったよ、ケータリング。おーわーわー、さあへたらちゅ、あ、リクロも食べました。リクロは2切れ、サタロウの分。メンバーが通っていく。一人なんだけど、どうしよう、みんな帰る準備終わってたでしょ。一人ぼっち、本当に私が言うとこからさ、メンバーの楽屋見えないからさ、どうしよう、置いてかれたら置いてかれたら誰か大阪で田村の家にでも泊めてもらうか。歩けば一緒すんだって問題ない、人は誰かて。こんばんは。今さ、床に座ってなくて、
なんかきつい体勢だから足がつりそうや。今ね、なんしゃがんでる、しゃがんでます。あ、わかるかな、これこんな感じ。私今これ、これです。見える？私の状態、これお尻が浮いてる状態。千穂さんかな、今終わったの。バファリンさんかな、ございましたって言ってる。私ももう着替えなきゃかな。小島へ、これ混んでますか。もう大混雑。誕生日だったからね、大混雑よ。気に入らせばな。秋葉原の都合で行けませんでした。え、もしかして新劇場当たったんですか。今日 AKB さんの新劇場がさ、 X で流れてきてもうびっくりした。すごかった、いいね押しちゃった。すごいよ、いつか行ってみたいな新劇場。話し会ありがとう。こちらこそ、こちらこそだよ。すごかったよ。頑張れ。みんな大丈夫かな。みんな着替えてるかな。不安になってきた。今日はやばい、充電器つけてるからさ、どうしたらいいんだろう。全身見せれん、むずい。うん、あれあれ全然無理だった。あれどうしたらいいの、くるくる回るだけなんです。無理でした。全身見せようと思ってスマホ回してみたけど何も置くとこないんだよね、この私がいるところ。何にも、椅子すらないし机もない。ここなんか個室じゃないけどさ、透明のガラスで隔離されてる感じの場所なんですよ。だからメンバーがさ気づかず素通りしていく。授業だけやってみるか。こんな感じで何も本当にない、何もない空間です。イエイ。向こうはお話し会会場と楽屋があります。着替えなきゃ。今日は2時間目の後にそのクリスマスイベントのステージがあって、3時間目の後セレモニーをしていただいて、だから配信できるタイミングを探ってたらもうこの時間だったこの時間でした。みんな配信してたっぽいね。私だけだわ。めっちゃ寒い、ここ。お疲れ様、本当に楽しかったよ。もうほっぺがプニプニだった、プニったよ。今日はいっぱいおいしいもの食べたから、明日から整体に向けて塩分をちょっと久々に。今までさ、私2年前とかはさ、公演前は2日3日塩分ちょっと抑えたりしてたけどさ、最近してなかったんですよ。もう好き放題食べてたのね。だけどちょっと今久々に頑張る時が来ました。初めましてできて嬉しかった。ありがとう、来てくれてありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日会場めっちゃ乾燥してて、肌も乾燥してるし、
この辺とか乾燥してて、こことか目の下とか、声もみんな喉気をつけてくださいね。今日も楽しかったよ。こちらこそだよ。ありがとう。本当にありがとう。舞台の感想とかね、なんか舞台の話するときに、なんか舞台でわからないとこがあってっていう人が、この前のあのオンラインかな、オンラインでも今日もいたんですよ。舞台のわからないとこがあってパセリに教えてほしいって人がいてさ、みんな同じとこなの。冒頭のシーンのパセリが身内するシーン、何を言ってるのって、どういうことなのって、みんな全く同じシーンを聞いてきて、また今度解説しますね、ゆっくり台本でも見ながら。今日、昨日、この前のオンラインと今日で5、6人目とかだったそう、また話します。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。いやいや、なんかみんな着替え終わってるんだけど、やばいねやばい。え、まだお話し会してるメンバーいるかな。話し会してるメンバーいる。え、なんかね、あとね、舞台の方からのお祝いコメントみたいなのを今日のセレモニーでファンの方経由でいただいたんですけど、あの検閲が必要らしくて一旦あのあの事務所の方で預かることになったから、私の元に届くのは検閲後ということで、また後日になりました一文字も読めてないですはい、そう、みんなと同じみんなと同じで検閲を通して、そうなのよ平等ルールだったそうなんです。なのでまた受け取ったらお礼を SNS に載せたいと思います。いい時間ありがとうございました。こちらこそありがとう。広島に帰るよ、気をつけてね。あ、551買ったの、いいね、いいね。こんばんは。楽しかったです。今日もサンタの服で配信することないから、可愛いんですよ、ここのリボンが。見えるかな、見えてるかな、リボンついてて、ちょっとスマホ充電中だからですね。見えますかね、こんな感じ。やばい、帽子が落ちそう。こんな感じ。あ、落ちた。1時間目もね、ちょっと脱げてて、かぶれてなかったんですよ。やばい、みんな着替え終わってるやばい、やばいですよ。捨てたい。つるるん、そろそろ15分、早い。それもそれで寂しい。お、15分経過しました。待って、もう終わる時間よ。みんな、それでは私は帰りの準備があるので、この辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。では壇上行きたいと思います。13位陣内さん、12位しんちゃんさん、11位ひろし BKK さん、10位いっくん、9位しんいちさん、8位アルテミスさん、7位ミックさん、6位メロンのあさこさん、5位ワウワウさん、4位亡霊おじさん、3位桑谷さん、2位しゅんさん、
1位ゆうたくん、ありがとうございます。亡霊いたわ、亡霊もいましたがみんなさっきまで本名でサイン書いてたみんなもありがとうね。また仮の姿で会いに来てくれて本名でさっきまで会った方も、今日は本名を晒さなかった方も、また会いましょう。またね、ありがとう。可愛くして終わろう。漏れてる？漏れたんすか？イエイ。はい、スクショこれで、今日のスクショこれでした。またねー。